こんにちは、クマネースキー場パトロール隊長の武藤拓也です。そして今回のカメラマンはパトロールマーさん。はい、お願いします。よろしくお願いします。ということで今回の動画はですね、コブのまた動画でございます。結構やっぱコブのね動画は需要がありますので、はい、そちらの動画になるんですが、今回紹介するのは熊野湯にあるコブのね上達ロードっていうのをねちょっと紹介したいなと思います。このコブの上達ロード、普通のコブと何が違うのかっていうと、結構ねコブ斜面を練習するにあたってずっとコブばっか滑っちゃうと思うんですけど、やっぱり整地でねできるコブの練習っていうのもあるんですよ。整地でコブの動きを確認してコブに行ってそれができるように、やるっていう練習がかなり有効かと思います。ということで今回紹介するのは、コブ滑って整地があって、またコブ滑って整地があるというやつです。なかなかねコブを滑ってでずっとコブに行きがちになっちゃうんだけど、途中でやっぱ整地を挟むことでその大事なところを確認してまたコブに行けるっていうのが、このねコブ上達ロードの、メリットでございます。なのでちょっとねそのコブ上達ロードを紹介しながら、整地でどういう練習をしたらコブが上達するのかっていうのをねご紹介していきたいと思います。ということで今は熊野湯スキー場第3リフトに山頂です。で今から滑るのは第3から馬乗せコースに出てる3馬コースに、まだね3馬コースにはコブがないので今からまあちょっと作るんですけど、まあこういうところにコブをこれから作っていきますよっていうのと、で整地部分でこういうことをやってで古文のとこでこういうことをやってっていうのを紹介していきたいと思います。ではまずは三馬コースのコブを作るところにご案内します。では行きましょう。はい、じゃあね今ここ3馬コースなんですけど、まあここに端っこの方にねコブを作っていきたいと思います。かなりここね斜度が緩いので、初級のねコブ初級の人でもまあ入りやすいコブにしていこうかなと思います。じゃあまずはハの字で後つけていきます。はい、そしてね今3馬コースでコブの練習をしましたと。でいうことで今度は馬乗せコースに来て次のコブに向かう、まあ、道中なんですけど、ここで整地の練習を挟みます。でここでやるのは真下切り替えをやっていきたいと思います。でまず真下切り替えやっていきます。ここで練習します。真下切り替えはねコブのズルズルドン切り返してズルズルドンの、やる上でね必ず静止でできないとコブではできないものになってきますので、ここで確認をしましたと。でじゃあ次のコブに移動しましょう。はい、それではねコブ斜面にまた移動してきました。でまあ
ちょっとね曇り空で陰ってないからちょっとコブが見づらいかもしれないんですが、今ここに1レーンありますね。まあ今後これを2レーン3レーンに広げていけたらなと思うんですけど、見る感じちょっと深くもなってきたからちょっとまあ難しいコブにもなってると思うんですが、まあここでもコブをチャレンジしてもらって、でここのコブが終わったら次ね緩斜面にまたコブがありますので、とりあえず滑ってみたいと思います。じゃあマーサー頑張って追い取り、はい、お願いします。はい、はい、では滑ってみます。はい、はい、今ねまた中斜面のコブを滑ってきて、今度は緩やかな緩斜面のコブになります。じゃあここも滑っていきますので、追い取りお願いします。はい、はい、このコブが終わったら最後に整地の確認の場所に行きます。それではね、ここではちょっと難易度を上げてテールジャンプやっていきたいと思います。このテールジャンプはまあコブを乗り越えた時、次のコブに行く時にまあトップから入れていきたいので、テールをでジャンプしてトップを入れていく動きにすごい大事になってくるので、ちょっとやってみます。はい、はい、こういった感じでコブの上達ロード完走しました。もう一回じゃあ上上がりましょう。はいはい、はい、ということでもう一歩行きましょう。はい、はい、そっくりというか本人ですからね。はい、ということでまあ今ねコブ作りの、まあ、段階でハの字でねやってます。でまあコブが出来上がってもまずはねハの字から練習してもらって、でスキー板の通るね場所っていうのを確認していただいた方がいいかなと思います。過去にね、コブプルークの、極意ってやつをね、動画アップしました。こちらに、まあ、サムネイルがあるんですが、まあ概要欄にねリンク貼っておきますので、まだ見てない方はそちらをチェックしていただければと思います。ではここは普通にハの字でいきます。はい、まあこのねコブでまあコブじゃねえハの字でコブを作るときも
ストックをこうつくタイミングとかもね練習になるので、そこも意識して、コブはねやっぱストックワークかなり重要になってきます。足が2本あって、これこのストックが3本目の足みたいな感じになって、かなりこうストックつくタイミングだったりを分かってくると安定感も増してきます。それを、まあ、意識しながらやってもらえると思います。ちょっとじゃあ前から撮ってみますかね。はい、ストックを離れてね。それではね、今ねコブでストックをつくとこを見てもらったと思うんですが、まあ、コブはねこうやっぱりあらかじめ準備しておくっていうのが大事。そのつく時に急にこう準備するよりもコブを滑り切って吸収したと同時にこう次のストックを準備しておくっていうのが大事ですね。で次ここで真下切り替えをやっていくんですけど、真下切り替えやって何がいいかっていうと、体のひねりがあるとエッジングを解放したと同時にスキー板のトップが下に降りてくるようにしていきたいんですよね。要するにここにねじれを生ませる状態が下を向いてて、スキー板はこっちを向いてるとここにねじれができる。で、まあ分かりやすい例えで言ったら、まああの皆さんのこんにゃくがある、ここにまあこんにゃくが、四角いこんにゃくがあると思って、で下をこう掴んでここをこうひねると、でその下をパッて離すとこんにゃくってボヨヨンってこうまっすぐ戻ると思うんですけど、ちょっとねその動きをあの体でね表現していただけるとあのいいのかなと思うんですが、要するにこの今ねじれてる状態っていうのがこんにゃくをこうひねってる状態で、このこんにゃくをこう離すっていうのはこのエッジングを解放する。そうするとここが戻ろうとするので、状態がこっち向いててエッジング解放するとこ回ってた腰がこう戻ろうとするので、自然とスキー板が真下に向いて、でこの状態でエッジング解放するとスキー板がね先にこうここまで戻ってくると、でスキー板自身が操作するのはこっからこれだけです。でも状態が回ってて体もこうだとエッジングを解放してもスキー板っていうのはずっとこのままなので、こっからここまで全部自分で操作しないといけなくなるので、まあめちゃめちゃ大変になるよと。このねじれの動きで解放することによって自然と戻ってきて操作するのはここだけってなるとめちゃくちゃ滑りやすくなりますので、まあ、そのための真下切り替えの練習でございます。はい、まあ、そこをちょっと重点的に見てもらいながらもう一度真下切り替えやっていきます。ではその角度でこうしてエッジングが変わるからここまで持ってくる、ダメなパターンはこう回ってきて解放してもこのままの戻しね、これが解放すると同時にくるっと回ってくる。これができるとできないでかなりの差が生まれてきますので、というのをこの整地で練習してもらうと。はい、じゃあコブ行きます。はい、そして今まあコブに来ましたと。で、まあ、下切り替えをねやるときに、まあ、コブの裏があってこう滑っていく、でコブに着いたときに、まあ、下切り替えのポジションができてると解放すると同時にスキー板が下を向いてくれるから
かなり滑りやすくなるよという話でございます。ちょっと分かりやすくやるために次のコブでいいですか。はい、ここで真下切り替えいきます。スーッ、開放、はい、でこれが体が向いててスキーと正対してたらスーッと来て、ついて開放してもスキー板は何にも動きがないと。ここにねじりがあって初めて開放したらぐるっと回ってくるようになります。じゃあ悪い例もう一回いきます。体がこう向いちゃってる、向いちゃってるとここで開放してもただスキーはこっちにしか行かない。じゃあ、OK パティンね。パティン。OK パティン。はい。体が下向いてて、下が ねじれてる状態ね。この状態作ると、ここで開放したときにくるっと回る。このくるっと回ってくる動きがないと、真下切り替え、コブでのズルズルドンができないよと。まあ、そういう練習も、次のコブでできます。でここのコブはね、シャドウがあるところから緩くなるので、この緩くなったらね、なんでズルドンが難しいかっていうのをちょっと説明したいんですけど、そうなんだ、ここでやるか。はい、緩いコブになるとね、コブの裏っていうのがもう斜めに作られちゃうんだよね。急だと斜めというよりもそのまま真下切り替えと同じように、できるコブの形状になるんですが、どうしても緩斜面だとスピードが別にこうスキーを横にして止めようとしなくても、出ないので、あの皆さんね、なるべくこうスキー板を横にしないように滑るから、まあ、こういう形状になるんですけど、まあ、こういう形状の時にこうズルズルドンをねやろうとしても、こう逆にこう難しいので、まあ、できないことはないんですけどね。で今このコブを見てもらうと、コブの裏ってもうほぼほぼみんな滑ってないね。要はこれはバンクコブなわけですよ。でまあこれもね、過去にね、スキー板が通るところっていうのを紹介した動画が、はい、こちらにあります。これも概要欄に載せておきます。こういうバンクの時、どういうところに板が通るといいのか説明してますので、はい、ではその通りにここからちょっとバンクラインで滑っていきます。はい、追い出しお願いします。はい、じゃあね、今緩斜面、バンクのコブだったのでバンクラインに来ましたと。やっぱコブね、滑れるようになったと、思ってもですね、その滑るようになったと思ったコブがバンクコブだったから滑れたと。まだ自分が、縦のラインのコブ滑れない状態だと、次、まあ、他のスキー場行って違うコブ滑った時にあれ全然滑れないとなりますので、まあ、縦にも行けるし、バンクコブ来たらバンクにも行けるしっていう風に、練習しておく必要がありますよっていうことですね。じゃあこの緩斜面のコブっていうのも、まあ、形状を見るとね分かるんですけども、バンクのコブなんです。ちょっと GoPro 貸してもらって、はいはい、こんな感じでこれ見て分かるんですけど、コブの裏ってもうほぼほぼない、もうバンクのみみたいな、バンクのみみたいな、まあ縦に行けないこともないんですけど、まあこれは皆さん
バンクで滑ってできた形状っていうことで、そのこのコブはバンクのコブなのか縦にコブなのかっていうなんか見極めれる目っていうのも大事になってくるかな。じゃあね、さっきねこのバンクのコブをバンクで滑ったので、今度はこのバンクのコブを縦で行ってみたいと思います。この縦で行くときっていうのはもうねコブ、まあ今外スキーを映してるんですけど、もうここを通っていくしかないね。山っぽいところ、山っぽいところ、はいはい、バンクのコブでも縦にも行けるようにとか、うん、縦のコブでバンクに行くのはちょっと難しいんだけど、バンクのコブを縦に行くのはまあまあできますので、ちょっとそれをやってみたいと思います。はい、バンク縦ね。まあ、バンクのコブでも、縦に行く練習っていうのも大事、まあ、とにかく何でもできるようになりましょうってことです。はい、じゃあ最後のテールジャンプ、はい、はい、じゃあテールジャンプ、ちょっとワンポイントして説明していきたいんですけど、このテールジャンプはこの場でこう、このジャンプはまあ結構誰でもできるかなと思うんですが、斜面で要はターンしながらのテールジャンプって結構難しいんですよね。でポイントとしてはエッジングして解放するときにテールジャンプ、それとストックついてちょっとこうコンパスイメージしてもらいたいんですけど、コンパスの針刺してテールジャンプして、これを起点に回っていくみたいな、刺して起点に回っていくみたいな、この2ポイントかな、大事なのは。あとは、まあ、ポジションが後ろだったり前すぎたりっていうのもできないポイントになるので、まあ、センターポジションというかね、その3ポイントを意識すると、まあ、うまくできるかなと思います。どうしても滑っててエッジングが弱いままだと足場がないのでジャンプしようとしてもこっちに倒れてっちゃう、うまくできないので、しっかりこう足場作ってジャンプ、足場作ってジャンプ、これ大事です。じゃあ袖を踏まえながら見ていただければ、はい、はい、まあ、このような感じで整地でももうコブがここにあるってイメージして、コブについてストックついてジャンプして次のコブにトップから差し込んでいくってこうイメージ大事です。はい、これがねできるようになってくると、コブでミスした時のリカバリーとかもねかなりしやすくなってきますので、相手はこんな感じで、じゃあちょっとじゃあおまけ動画でマーさんにちょっと滑ってもらおうかな。はい、はい、じゃあちょっとおまけ動画のマーさん滑り行きましょうか。はい、はい、滑るのかやっぱり。はい、それではねここからは、さっきまでカメラしてくれたマーさんに、はい、ちょっと滑ってもらって、はい、はい、どんな感じなのかっていうのを、はい、あのマーさんね、はい、あのご両親もこの YouTube 見てくれてるということで、はい、大ファンで、はい、そうだね、下手な滑りはできませんな。あ、そうですね。プレッシャーない。はい、とりあえずはまずはサウマコースのハの字から、はい、はい、やってみましょう。はい、撮るのに夢中でストックつくのよく見てなかったんですよね。ストックつかれてダメですよね。そうだね、そうじゃないって言ってください。続けてなかった、そうじゃないって。はい、はい、頑張って。いいよいいよ。
オッケーオッケー。はい、じゃあマーサーの、はい、こんにゃくイメージで、こんにゃくイメージで、はい、あのね、はい、どうしても、はい、こっから全部こう回すとなると、はい、0から100までだよね、はい、自分でやんなきゃいけないと。でこんにゃく理論で、はい、こんにゃく理論で解放してトップが下に降りてくれば、はい、0から50で済むと、はい、このね半分のね差がね、はい、バカでかいんですよ。そうですね、うん、はい、頑張ってみて。はい、わかりました。こんにゃく、こんにゃく、あ、いいよいいよ、はい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 、こっちができないんだよな、こんにゃく、こんにゃく、こんにゃく、ぐにゅ、オッケー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 、こんにゃく、あ、ちょっと騒がしいです。危ない危ない。そうだね、はい、こっちのターン苦手だね。こっち、そう、特にこっちが、うんうん、できないです。はいはい、こう見てると、はい、こっちは上体がちゃんと下向いてんだけど、はい、反対になると向いちゃってる。こっちが回ってる、ね、うんうん、はい、はい、いやこれはね結構いい例になったと思うよ、はい、うん、ではコブ移動します、はいはい、じゃあここで、はい、こんにゃく行きましょうか。こんにゃく、はい、ここのコブの裏からずらしてって、はい、コブに着いたところで、あ、はい、荷重抜いてこんにゃく戻し、ちょっと苦手な方からなっちゃうけど、はい、はい、ずらしの、こんにゃく、こんにゃくできない。はいはい、こんにゃくが、こんにゃく、うん、こっち、そうそうそう、そっちいいね、はい、うん、問題はこっち向きよ。あっちでいいですか。そうだね、あっち行こうか。こんにゃくが、こんにゃく、こんにゃく、あれなんか変だぞ、これ、ここから。あそこか、うん、こんにゃくを、こんにゃくがねじれてる、ねじれてる、解放して、うん、はい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 、そう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 、こんにゃくやるときに、はい、コブの裏を滑っていくんだけど、自分が思ってるよりも、はい、コブの裏のなんていうかな、外側というか、はい、でやってもらって OK。 あ、もっとこっちで、そう、はい、こっち入っていくと、はい、前のコブ動画でも説明したテールがバンクに当たっちゃうってやつ、はいはい、あ、なるほど、にならないように自分が思ってるよりも裏の外側ずらしていって、はい、で今こうコブがあって、ここが出口なんだけど、はい、出口に自分のブーツが当たる、はい、とこかな、はい、そうするとテールが当たってここでもこうくるんと帰る、はい、とこにつながると、はい、はい、こっからじゃあ、はい、ちょっとマーさんには、はい、コブハの字、コブハの字やってもらおうかな、はい、私はじゃあ追い取りますんで、はい、コブハの字お願いします。はい、ハの字、今マーさんはコブハの字でコブの裏を滑ってますね。コブ裏滑りですね。じゃあここからバンク、バンク、バンク、危ない。オッケーオッケー、コブハの字バンクバージョン、オッケー。次から縦、コブ裏、オッケーオッケー、そう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 、いいね、使い分けグッドよ、オッケーオッケー、バンク、いいね、いいねいいね、次コブ裏、マーさん理解してきたね、あ、オッケーオッケー、バッチグーです、バッチグーです。次バンク、いいね、
オッケーオッケー、完璧じゃん。オッケー、じゃあ感謝コブですね、はい、じゃあここは足揃えてバンク行きましょうか。足揃えてバンク、はい、いけるかな。頑張です。怖えな。これ深いですよね。ちょっとレベル高いね。まあまた練習しましょうね。ありがとうございます。これまた体調、はい、母がやっぱ体調はうまいなって言うと思います。最後じゃあテールジャンプいきましょうか。テールジャンプやりましょう。はい。よし、じゃあマーさん、ポイントは3つです。ちゃんとエッジングをして足場を作ること。はい、ストックをついてコンパス理論、はい、とセンターポジション。センターポジション。はい。はい。頑張ってみよう。簡単ですね。簡単簡単。うん、まあね、今ね見る感じトップも上がっちゃってるというか、そうですね、うん、じゃあセンターポジションよりも自分をもうちょっと前側に行こうか、前側に、うん、でテールだけが浮くような、テールだけ浮かせる、はい、はい、はい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 、ちょっとできましたね。ちょっとできたね、はい、それでね、はい、今ジャンプして、はい、で着地した時に、はい、もうなんていうかな、スキー板が横に向いた状態で着地しちゃうので、はい、それよりもジャンプして着いた時は雪面とまっすぐ板が、はい、で着いてから荷重で板が横に向いてくるっていうイメージ、はい、ここでジャンプして急にここだともう、はい、エッジングしなきゃいけないので、ジャンプしてまっすぐついてエッジングなしの状態からエッジングピョン、エッジングなしの状態からエッジングポン、0から50と同じ、そうそうそう、全部やろうぜ。ありがとうございます。うん、これもね、はい、今もね0から100なんだよね。はい、ちょっとじゃあ一回撮ってもらっていいですか。はい、じゃあ今から0から100いきますわ。はい、はい、ちょっと待ってね、はい、0から100は、はい、ここから回ってきて、はい、これ0から100、はい、これ0から100、はい、で0から50っていうのは、はい、そこでいいよ、はい、こう来てこう、ああなるほど、うん、こう来てスイッてギュッて、うんうんうん、今のマーサのは、はい、こう来て、はい、こう、はい、これ大変、はい、それをイメージして、はい、行きましょう、はい、最初でも高く上がりますね。うん、ゼロからうん、そう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 、はいはいはい、うん、エッジングして飛ばなきゃいけないですね。違う、はい、オッケー。で、まあ、あれなんだよね、こんにゃくを、はい、まあ、戻す、はい、だけの意識だったら、はい、そこで止まれるんだけど、はい、自分で回そうとするとここまで回っちゃうっていう、あ、なるほどなるほど、そうそう、開放で自分のねじれが戻った、次エッジ行く、戻ってでこう、うん、はい、そうそうそう、その感覚でできると0から50みたいな、テールジャンプも飛ぶのは半分、その後自分で回して、うんうん、そうそうそう、はい、そんな感じやね、はい、はい、ということで、はい、今回はねコブ上達ロードの紹介プラスコブのねワンポイントをちょっとお伝えしてきましたということで、まあ、クマの上でねぜひコブの練習していただければなと思います。
今回の動画ね参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。